こんにちは、岡山 DJ スクールの DJ 大です。今日はミックスについて説明しようと思います。ミックスとは違う曲、2曲をこっちからこっち、こっちからこっちに自然とつなげる技となります。ミックスができないとクラブなどで DJ するときに話にならないので DJ にとって大切な技術なんですけれども、初心者の人が一番最初にぶち当たる技でもあります。では今日は分かりやすくそのミックスについて説明していこうと思います。はい、まずはミックスとはどのようなものか一回やってみようと思います。で、その後に分かりやすく噛み砕いて説明していきます。その前にシールを使った頭出しを説明していこうと思います。まず右の曲からなんですけど、ちょうどここから音が始まるんで、ここにシールを貼ります。ここに戻ったら頭出しになります。で、こちらの曲も同じように、ちょっとここから始まるんで、ここにシールを貼ります。ちょっと針が飛んじゃったんですけど、このようにこれで頭出しバッチリとなります。はい、ではミックスしていきます。ミックスは4つの手順でできています。仮に右の曲を A の曲、左の曲を B の曲とすると、1番に A の曲を流します。で、2番に B の曲を A の曲の速さに合わせます。3番にタイミングを見て2曲を同時に流します。横フェーダーを真ん中にしたら2曲同時に出ます。で、4番に B の曲に切り替えます。こっちにしたら B の曲だけ流れるようになります。では、1から4までを噛み砕いて説明します。まずはこちらの曲からだったんで、横フェーダーをこちらにやします。で、縦フェーダーを一番上まで上げます。で、その後にスタートボタンを押して、ここがスタートラインになるので流します。で、ちょっと喋るんで音量小さくします。はい、では2番の説明に行きます。まずは B の曲をヘッドホンだけにしか聞こえないようにして流すんですけど、ヘッドホンのスイッチがここにあって左右選べます。で、今回はこちらで B の音がヘッドホンに出るようになります。で、ボリュームはこちらになります。はい、で、左の耳で B の曲、右の耳で
A の曲を聴きながら、ここのピッチコントローラーこれを調整していきます。プラスになったら曲が速くなって、マイナスになったら曲が遅くなります。2曲の速さを、合わせるためには2つの曲を同時に聴きながら合わせていかないといけないので、ここがミックスをする上で一番難しいところになります。で、初心者の人が最も挫折しやすいポイントでもあります。コツはですね、体でこういう、まあ、首などでいいんで、まあ、体でリズムを作ることが大切です。あとはまあ1日でまあ覚えることができないんで、毎日数分でもいいので練習するように心がけましょう。はい、では実際もう一度ミックスの方をやってみます。ヘッドホンの音がこういう感じで出てます。で、 B の曲の方が今聴いてて、まあ、明らかに速いんでピッチを遅くしないといけないんで遅くします。だいたい合ってきましたね。そしたらミックスします。3番と4番やっちゃったんですけれども、この横のフェーダー真ん中にやったのが3番で、4番がこっちの曲完全に切り替わったのが4番になります。これでミックスの説明は以上になります。手順2の2曲の速さを揃えるところがミックスのポイントとなります。さっきも言いましたが、これは1日で練習したらできるようなものではないので、根気よく頑張ることがコツになります。ちなみに僕はこれができるようになるまで1ヶ月くらいかかりました。結構不器用な方なので、皆さんはもう少し早く覚えれると思います。まあ、1日5分、10分でも練習することが最大のポイントとなります。今日はこれで以上になります。質問があったらコメント欄に何でも、記入してください。ありがとうございました。